こうやって試乗してると、はい、分かるじゃないですか。あ、なんかいいペダルだなみたいな、ちょっとそれバレるのが嫌だったので。福にチャージ YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。スカイラインオフ会やりたかったです。カメラマンダブルです。案内人の M です。ということで、はい、今回は卒業旅行です。です。はい、ダブルさん、福にチャージ YouTube チャンネル卒業ということで、じゃあ卒業旅行をやりましょうか、どこか行きたい場所ありますかと聞いたところ、あ、なるほどね、そこは確かに行かなきゃいけないわっていうところございましたので、今回の動画はですね、ダブルさんを見送る旅になりますけれども、どうぞ皆様最後までお付き合いいただければと思います。それでは行ってみましょう。はい、では乗り込んでまいりました。ダブルさん、今日乗っていく車はアリアです。はい、そうです。まあ冒頭でも映っておりましたけれども、本日は日産アリアに乗って最後の旅にダブルさんに出ていただくという形となります。なんでアリアなのかとか、また走りながらですね聞いていきたいなと思いますが、まずはいつものようにドライブコンピューターのリセットをお願いいたします。はい、リセットしました。ドライブ情報にもお願いします。はい、はい、ありがとうございます。まあどこに向かうとか、そんな話もですね、あと今実はこんな時間ですという話もしていきたいと思いますので、早速ですねダブルさん、スタートお願いします。はい、ではですね早速走り始めましたけれども、皆様現在時刻何時でしょうか。ダブルさん何時ですか。7時23分です。そうなんです、当チャンネルとしてはなかなかにお早いスタートとなっております。なんでこんな時間にスタートしてるのかっていう話はですね、なんかおいおい分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけれども、ちなみに本日の旅行をあらかじめお伝えしておくと、日帰り旅行となっております。卒業旅行だからといって宿泊とはなりません。当チャンネル日帰りで行くチャンネルと基本的にはなっております。どこに行くのかは、皆様ぜひぜひ想像しながらこの動画ご覧いただきたいなと思っておりますが、馴染みのある道をですね走っていくかなと思います。で、今日改めまして乗っております車が日産アリア、グレードが B6 の肉のモデルですね。卒業旅行に行くにあたってどの車がいいかいとダブルさんに聞いてみたんですけれど、そしたらアリアだと答えが返ってまいりました。ダブルさん、アリアにした理由って何ですか。一番かっこいいからです。なるほど、顔のライトの形が一番好きなのと、あとインテリアもかっこいいので、はいはい、このインテリアですね。はい、はい、ちなみにですね今日乗っているのが、まあ、B6 の肉でメーカーオプションでナッパレザーシートをですね取り付けてあるモデルになりますので、こちらインテリアちょっとこう青みがかったブルーブラックみたいな、そういうインテリアカラーとなっております。ライトの感じも結構ダブルさんお気に入りでしたよね。なんか好きな顔選手権で不動の1位をアリア獲得してた気がします、はい、ダブルさん的に。ちなみにですね本日、福島市内見事に晴れております。今日1日こんな天気だと嬉しいなと思いますが、はい、正面に見える、東山、東連峰ですかね、はい、もう綺麗に見えております。ちなみにダブルさん、アリアの、まあ、顔が好き、インテリアが好きとお話しいただきましたけれど、ちなみにアリアのその他の部分、どんなところに魅力を感じますか。走り、はい、ギュンギュン走ってくれるので、はいはい、まあ、走ってて気持ちいいです。走ってて気持ちがいい、はい、皆様もうご承知かなと思いますけれど、アリア、日産の電気自動車のフラグシップ、SUV タイプの EV ということで、モーターで走る車っていうだけではなく、発売時から英知を宿したモンスターという、キャッチコピーのもとですね販売されている車となっております。もうモンスターのような、走りの良さ、このモーターの力を使ったですね緻密な加速制御コントロールが魅力となっている車となっております。車に詳しい方、車が好きな方ですね、乗っていただくと、うわこの車走りすげえなって、すぐに分かっていただけるかと思います。そしてダブルさんでも乗っていただいて、ギュンギュン走る、そこに魅力を感じると思っていただけるような、そんな車となっております。そんなお話をしながらですね、車はいつもの115号線走っております。もう当チャンネルの、特にこの動画をご覧いただいている方ですね、見慣れた道かなと思いますけれども、はい、こちらを走って向かう先、まあ、まだまだ選択肢たくさんあるかなと思います。
はい、普段だったらですね、あ、もう通り過ぎちゃってる、高速道路に乗ったりするポイントがこちらですね、福島西インターチェンジを通り過ぎてきました。今日は一般道で行くようです。アリアって、はい、ブレーキかかってるのってどこでわかるんですか？あ、実はもう表示がですね、これ出てるんですよね、メーターに。ちょうど今赤信号なので減速するかと思いますが、わかりました。このメーターの左手側のここで、ブレーキついてるかどうかというのが、ブレーキランプが光ってるかどうかですね、はい、見えるようになっております。ではですね、この115号線現在土湯峠方面に向かって、走行しておりますが、ここまでですね、このアリア、ちなみにどんなモードで走ってましたっけ？エコモードで走ってました。エコモード、はい。そして E ペダル有効です。ですね、まずですね、アリア、エコモード、スタンダードモード、スポーツモードと3つのモードありますけれど、エコモードからスタートしております。ここから先峠道入ってきますので、あのダブルさん好きなモードでぜひ走っていただいて大丈夫ですので、はい。であと E ペダルですね、日産の走行支援技術の一つで、アクセルペダル1本で、加速はもちろん、アクセルペダルを緩めると減速操作をしてくれる、そしてクリープ走行ぐらいまで減速して、最後の完全停止はブレーキペダルを踏んでくださいというものになります。ここから先の峠道とかですね、減速加速減速繰り返すようなシーン多いですけれど、そういう時にかなりいい走りをする、走りやすくしてくれる、そんな機能となっております。はい、ではいつもの電費燃費報告ポイントにやってまいりました。ここから先本格的な峠道になってまいります。ここまでの電費お願いします。 12.5 キロ走って、はい、1キロワットアワーあたり 3.7 キロです。 3.7 キロ結構低い。はい、今日ですね、エアコン設定温度22度のオートで走ってまして、あと今日割と寒いですね。車上の外気温度計で0度指しております。このところ福島県内、福島市内あったかかったので油断してたんですけれど、今日はかなり寒い。そんな中ですね、エアコンつけておりますし、あとここまでですね、福島市から、スタート地点からここまでの間も実は200メーターぐらい標高上がっているポイントになりますので、そんなところで燃費は悪くなっております。ここから先も良くなることはあんまりないんじゃないかなという気はしますが、どうでしょうか。あとバッテリーの残量も教えてください。77%。 はい、 77%。 本日はですね、 100% 充電からスタートしてませんでした。すいません、ギリギリまで充電してたんですけれど全く間に合いませんでした。現在のバッテリー残量が 77% ですね。ダブルさん、アリアに運転するの結構久しぶりです？久しぶりです。おお、久々のアリアの走りいかがですか？Eペダルが難しいです。あれダブルさん、Eペダル大好きで、私通してた気がするんですけれど、久々の E ペダル。台車でノート乗ってたんですけど、おー、はい、なんかノートとまたちょっと感覚が違う気がする。なるほど、どんな風に違います？ギュンっていく。え？ノートもうちょっとこう減速ゆっくりだったっていうか、はい、まあ、アクセルを離した時の減速度合いがアリアの方が強いという感じでいいでしょうか？あ、そうです、そうです、はい、ノートもですね、アリアも E ペダルついている車種にはなるんですけれども、ノートは E パワーで、アリアは完全な EV 電気自動車というところで、私もですね、まあ、アリアに限らずリーフ、サクラ乗っていても E パワーの車種と比べると、より E ペダルによる減速、アクセルペダルを離した時の減速強いなって感じる時はありますね。若干そこのフィーリングの違い、最近ノートに乗り慣れていたラブレさんには、難しいところだったかもしれませんが、まあでもすぐに慣れますから。これノート乗ってた時に、はい、意識してたのが、はい、その E ペダルでこう減速する時にブレーキランプつくじゃないですか、それのタイミングを思う通りにブレーキランプつくように減速するっていうのをずっとやってました。なるほど、後ろから来る車に違和感を与えないブレーキランプを目指してた。はいはい、おお、そんな修行を積んでたんですね。はい、結構うまくいったんですか、それ？結構うまくいきました。普通のガソリン車と違って、Eペダル使って走っているとですね、
ブレーキペダルを踏んでいなくてもブレーキランプがつくんですよね。減速度合いに応じて自動的にブレーキランプが点灯します。ただそれがですね、なかなかドライバーとしても意図していないタイミングで、点灯したりとか、後ろから見た時になんか頻繁にブレーキランプつくなっていう風に見える感じだったんですか？いや、ここではいつもつかないのよっていう。あそういうタイミングが、はい、なんだろう、前が赤信号になってて、はいはいはい、こうどんどん減速するときに、ガソリン車だったらまだこうアクセルペダル離してる状態、はいはいはい、ブレーキもまだかけてない状態、はい、の時にその減速度合いでこうブレーキランプついちゃってでみたいな、そこがちょっと悔しくて。なるほど、極めました。極めたんですね、もう完璧はい。ちなみにそれってなんか運転してる時のポイントみたいのありました？減速でブレーキランプつくじゃないですか、はい、でその後こうちょっとあまだ止まんなかったっていうところに来るじゃないですか、はいはいはい、であそこでもう一回一回ブレーキランプ消えるじゃないですか。まあ、減速が収まってみたいな感じで、そうです、はい、でまたこうブレーキかけてブレーキランプつくじゃないですか、はい、そこが私は悔しい。あ、一回消えるのが悔しい。そうなるほど、 E ペダルの減速からスムーズにブレーキペダルの減速に移行する。そうなるほど、ダブルさんのこだわり。はい、まあ、確かにその方が後ろから見ても違和感ないのかもしれませんね。こうやって試乗してると、はい、分かるじゃないですか。あ、なんかいいペダルだなみたいな、まあ、ブレーキのまあ、つき方で、はい、ちょっとそれバレるのが嫌だったのでいいペダル隠しを使っているけど使ってないような面白い。面白いですね、これは。ちょっと凍ってる。私今日はこの土湯峠多分もう雪ないだろうな、凍ってないだろうなと思ってたんですけれど、全然そんなことないですね。ほんと一部、タイヤが当たらないようなところがうっすら白くなってるという程度ではあるんですけれども、はい。そして日が当たるところはですね、もう完全にないですね。あ、でも冬眠中のダブルさんは普段こういうちょっと凍結したような道走る機会少ないですか？少ないです。狙って走りには行かないし、遠くに休みの日もこんな特に峠道は行かないですもんね。はい、私たち今日どこに向かっているかの答えをですね、言ってみようかなと思います。1番号をどうぞ。1あっという間に喜多方の街中に入ってきております。